2月4日は各地で恒例の節分へ。大阪小売園の成田山別院では年男にプロ野球の選手が出て子供たちは大喜び。人並みに紙下を着て年男になった東京上野動物園のお猿のチーコ、食べるばかりで一向に豆をまかず、鬼は喜んだでしょうが集まった2万の見物はがっかり。一方、千葉県成田の本山新勝寺では塔や境内からあふれるほどの人で、御利益新たかな福豆と小麦を拾おうと死に物狂いのひしめきです。鬼を退治するにはこれに限ると、東京大森の貴船神社では10円から100円、果ては1000円札までばらまく始末。昭和26年の節分風景でした。